はい、どうも菊池浩です。今日はですね、油絵の具の乾燥に関する動画になります。で、油絵の具っていうと、まあ特徴としては乾きが遅いっていうのがあるんですね。まあ一般的な色、まあ色によっても違うんですけど、一般的にはまあ数日から1週間かかります。ただですね、まあとにかく早く乾かしたいという人は多いんじゃないかなと思います。まあ、ゆっくりなところでいいこともあるんですけど、まあ、早く乾かしたいっていう事情が出てくることもあると思うんですよね。で、早く乾かしたいっていうニーズっていうのは結構昔からあって、例えば今の油絵の具って実はメーカーさんが作ってる時点でもう速乾作用のあるものを混ぜてあったりしてですね、まあ、昔の油絵の具っていうのは本当にそういう添加物がなかったので1週間以上かかったりしたんですけども、最近の油絵の具ってもう最初からチューブの状態でですね、もう速乾剤が入ってるものも多いです。で、そういうふうにして、まあ、やっぱり早く乾かしたいってニーズがあるわけですよね。で、今日はですね、まあ、ちょっと普段から使えるような油絵の具の速乾のさせ方というのと、まあ、ちょっとですね、裏技というか、まあ、かなり近術的なものも含まれますけれども、まあ、とにかく早く乾かしたいと、爆速で乾かしたいっていうニーズに対しての、まあ、本当に裏技ですよね、のノウハウをちょっとお伝えできたらなと思います。ですね、このまあ早く乾かす方法を動画化しようと思ったきっかけなんですけれども、まあ、2024年の、東京藝術大学油絵科ですね、油画専攻の入試で、まあ、アクリル絵の具がどうやら禁止になると、まあ、禁止かどうか分かんないですけど、まあ、少なくとも用いる描画材には記載されてないんですよね。まあ、そのまま受け取れば、文面通り受け取れば、まあ、油絵の具のみで制作するってことになります。で、去年までは、まあ、しばらくの数年間の間は3日制限作だったんですけども、また昔、まあ、僕が受験した代とかそうだったんですけども、2日制限作に戻りました。ので2日でですね、油絵の具だけで描かなきゃいけないっていうことになったわけですね。なのでちょっとまあ早く乾かしたいっていう人とか、いやなんかずっとアクリルとかで使ってたから、まあちょっと油だとできないかもしれないっていう人もいるかもしれないので、まあ、アクリル絵の具に負けないぐらい早く乾かすというか、まあ、そういうような速乾っていうものの技法をちょっとお伝えできたらなというところです。で、もう一つはですね、まあ、そもそも芸大がそういう変更があったっていうのを抜きにしてもですね、いわゆる紙大ですね、まあ、むさびとかですね、玉びとか、まあ、造形とかっていうのはもともと短いんですよね。1日制作で6時間制作で油絵を描かなきゃいけないので、もう6時間でっていうのはもうさっき言ったように普通は数日乾燥にかかるようなものをですね、手掛けるっていうことになると、どうしてもすごく速乾の技術を使わないとですね、まあ、絵の具を重ねることができないんですね。なので、そういうノウハウみたいなのが予備校で脈々とあるわけですけれども、まあ、元予備校講師の知見も生かしながら、あとはですね、予備校でもあんまりやらないかもしれないっていうようなちょっとマニアックな技法を交えながらですね、まあ、速乾の技術をお伝えていきたいなと思います。まずですね、それでは、まあ、速乾に関して言うと、まず油絵の具の乾燥のシステムをちょっとだけ簡単に、ね、言います。油絵の具っていうのはアクリル絵の具とか水彩絵の具が乾くのと違って、まあ、水分が蒸発、もしくは油の場合は油性分なんで揮発ですけどもして乾くんではなくて、まあ、それもあるんですけども、どっちかというとその乾性油っていう主成分が酸素との化学反応で酸素と結合して固まるっていう、まあ、そういうメカニズムなんですね。なんで乾かす方法っていうのは大きく2つあります。1つはその化学反応ですよね、酸素の結びつきを促進してあげる、で早く固まるように乾くようにしてあげるっていうのが1つ。でもう1つはそんな待っていらんねえっつってですね、早くガチッと固まる成分、樹脂とかですね、そういうものを加えてあげて油絵の具をこう固めてしまうんですよね、ガチッと。その混ぜてある樹脂の方が固まることで、だから実質油絵の具の乾性油の部分は乾いてないんですよ。1週間ぐらい乾かないので乾いてないんだけども、絵の具をガチッと固めてしまうことで見かけ上乾かすっていうか固めてしまうっていう、そういう方法があったりします。まあその2つがあるってことをちょっと念頭に聞いてもらいたいなと思います。まず1つ、よく速乾作用のあるものとして紹介されているのがシッカチーフってものがあります。これはさっき言った前者ですね、まあ化学反応を促進するって効果があるんですよ。なので酸素と結びつきをこう助けるようなオイルになるんですね。なので、実はですね、速乾って言ったらシカチーフっていう人もたまに昔の人いるんですけども、速乾作用として大したことないです。
なので、まあ、あの早く乾くようになるんだけども、それは普段本当に1週間2週間かけて制作してる人がしっかりチーム混ぜてあげると、まあ、1週間乾かなかったものが3日で乾くようになったとか、なんかそういう穏やかな作業なんですよね。なんかこう1日の間でバキバキ乾かそうとか、そういう時のものではないってことです。なのでただ保存性とか考えた時には、これから紹介していくやつは多分ちょっと危ういので、まあ、あのゆっくり本当にちょっと早めたいだけだったら、まあ、しっかりチーフとかをあの適量加えてあげた方が、まあ、穏やかでいい速乾作用になるかなと思います。で次にもう一個、あの乾性油自体を早く乾くものにしてしまうっていうのもありなんですね。で普段あの我々のオイルに入ってるのはポピーオイルとかリンシドオイルってものなんですけども、それじゃなくてブラックオイルっていうものがあったりします。でこのブラックオイルっていうのは何かっていうと、まあ、リンシド主にリンシドオイル使うんですけど、リンシドオイルに、まあ、塩白ですね、シルバーホワイトの顔料、白の顔料に使われている鉛ですけども、を加えて180度ぐらいで何時間か煮込むんですよね。でそうすると、まあ、真っ黒いオイルなんですけども、それがまあオイル中にこう金属を含んでいるので、とってもこう酸化反応が起きやすくてですね、あの早く乾くということで、まあ、どんくらい早く乾くかというと、まあ、今日塗ったぬるぬると塗ったら、今日一日はぬるぬるずっと乾いてないんだけども、寝て次の日になったらパキッと乾いてるみたいな感じですね。翌日には乾ききってる、その日のうちには乾かないみたいな乾燥速度なんですね。例えばこれをあのオイルにしてあげて、あの溶き湯に使ってあげて、あの絵の具に混ぜてあげたりとかして描いてあげると、一日はぬるぬると動かせてるんだけども、次の日には乾いてるっていうようなことができたりします。これが2番目に、まあ、おすすめですね。まあ、これも早く乾くよっていうことです。受験でも使います。でもう一個、あのただブラックオイルってさっき言ったみたいに1日はぬるぬるずっとしちゃうので、何層も例えば薄く重ねてね、何層もガラスフィルムみたいにもう何層も重ねて描きたいっていう人は、ブラックオイルだと1日目やって2日目に乾いて2層描いて2層しか重なりませんよね。で1日に何層も重ねっていう人はグロッシーバニスっていうのがあったりします。まあ、草壁から出てますけども、これはいわゆるアルキド樹脂っていう樹脂なんですね。まあ、人工樹脂なんですけどを使ってるニスなんですが、まああのバキバキに乾きます。もう塗ってる最中にどんどん乾いてくるような、重たくなってくるぐらい早く乾きますので、まあ、薄く何層も重ねたいっていう人はテレピンがすごく乾燥も早いですからね。テレピンでグラッシーバニスをこう希釈してあげて、割ってあげて薄めてあげたもので絵の具を溶いてシャバシャバにしたものを重ねてあげると、結構パキパキとすぐあの硬質に乾いてくれるのでいいかなというところです。で一つ欠点というか気をつけなきゃいけないのは、まあ、ツヤツヤなのであのテッカテカになります。もうビビるぐらいテカテカになるので、まあ、あのちょっと絵がね、ある意味こう場合によっては下品に見えるかもしれない、好きじゃない人もいるかもしれないので、まあ試してみる価値はありぐらいですね。まあ、ちょっとみんなで試してみてほしいなと思います。まあ、そういう早く乾くものがあって、グロッシーバニスは一個いいのは乾いたら溶けないんですよ、基本的には。なので重ね塗りが得意です。まあ、他の例えばダンマル樹脂使ったようなあのニスとかだったりすると、あの乾いてもまたテレピンでこう濡らすとまた溶けちゃうんですよ。だから重ね塗りっていうのがちょっと苦手なので、まあ、グロッシーバニスとかがおすすめかなというところです。さて、まあ、ここら辺までは溶き湯の工夫でしたよね。で溶き湯の工夫がまず基本だと思います。ここまでは絵の保存とかにそんなにダイレクトに関わらなくて、まあ、ちゃんと丈夫な絵ができますよっていうものなんですけども、ここから先はちょっとずつ絵に負担があるというか、まあ、劣化の危険が忍び寄るという技法になります。まあ、まずですね、代表的なものを言っておきましょうか。これはもう受験生だったらみんな知ってると思います。これ速乾ミディウムっていうやつですね。でこれは各メーカーから出てますね。でいろんなものがありますが、僕が断然おすすめなのは草壁さんの超速乾メディウムっていうものがあるんですね。でこれはもう本当ゼリー状の、あの半透明のものなんですけども、混ぜても色が変わんないよっていうやつなんですね、透明だから。で他にもホルベインさんとかいろんな松田さんも出してるしなんですけど、僕が使ってみた感じ、草壁さんのこの超速乾ミディウムが一番早いです、乾燥が。で何が早いかっていうと、乾ききりが早いです。乾き始めというよりパキッと乾ききって重ね塗りする段階が早く来る感じがします。でただ特徴としてはちょっとマットになります。ちょっとこうツヤが抑えられるんですよね。でちょっと絵の具の感じとかも厚塗りした時にちょっと痩せっぽくなるので、まあ、絵の具の質感を厚塗りしてこう大事にしたい人とかはちょっとあの絵の具質が変わるってことは注意かなと思います。ただこれはもうどのぐらい早くなるかというと、まあ、あの1対1で大体混ぜるんですよね。絵の具が1だったらあのメディウムを
ソカミ D も1出してこう筆とかナイフとかで混ぜてあげるんですけども、だいたい 2,3 時間で乾きますね。で、あの場合によっては2時間ぐらいで、もっといけば頑張る薄塗りだったら1時間で乾くってぐらいで、もうほとんどあの1日制作に持ってこいというかの乾燥の速度になります。まずこれが基本だとは思います。で、あのこれさえ使えば受験でも油絵の具で何層も重ねたりとかもできますし、さっき言った乾水油とかとあの組み合わせれば、まあ、乾くかなというところですね。さてここからがちょっと裏技になっていきます。で、まずですね、裏技として、紹介したいのは粉を混ぜるっていうことですね。白い粉を混ぜましょうということなんですけども、ちょっと怪しいんですけどね、これもでも予備校で教わった人がいるかなと思います。で、具体的に何の粉混ぜるのかっていうと、一般的には炭酸カルシウムっていうもの、もしくは焼き石膏って言われるものを混ぜます。さて、じゃあなんでそんなものを混ぜるのかっていうとですね、そうですね、まず炭酸カルシウムが何かっていうところから説明したいと思いますけども、油絵の具の業界では耐水顔料っていう言われ方をします。どういうものかっていうと、炭酸カルシウムって、まあ、いわゆるチョークですよね。チョークなんですよ。あの貝殻の粉とか削ったものとか、そういうものが炭酸カルシウムですけども、それはですね、実はこう油とですね屈折率が一緒なんですね。さあ難しいどういうことかというとですね、例えばそうだな、油をこうタプンとこう水槽に入れたとしてですね、そこに炭酸カルシウムの粉をサラサラっと入れるとですね、透明でこう、まあ、白くならないんですよ。この白い、普通はこう水とかにこう炭酸カルシウム入れると白くなりますよね、濁りますよね。ただこう濁らないんですよ。なぜかっていうと、その光のこう通し方ですね、光をこう通すんですけど、その透過率っていうか屈折率が同じなので、油に入れた時に透明に見えるっていう性質を持ってるんですね。なんで油絵の具に白い粉なんだけど混ぜても白くならないんですよ。で、で済むっていうのが特徴です。もちろん少しはなりますよ、少しはなるけれども、まあ、あんまりこう白い粉混ぜてるのに全然白くならないんで、絵の具の色を変えずに混ぜることができるっていうものなんですね。一般的には増量剤とかとして加えられたりとか、あと絵の具にこうコショウをつけるとか、ちょっと固めりにするとかいうふうに加えられているもので、皆さんが使っているメーカーさんの作っているものにももう元々から含まれているものです。ただこれをさらに足してあげるってことなんですよね。そうすると何が起こるかっていうとですね、さっき言ったように固めりにするために使うって言ってましたけど、絵の具って糊の成分、油分と粉の成分、色の粉の成分が程よく混ざってるんですよね。なんですが、粉の成分をどんどん足していくと干からびていくわけですよ、簡単に言えば。油分が少なくて粉の成分の方が多いっていう比率になっていくわけですね。そうすると乾きやすくなるんですよ、すごく。なので粉を足してあげることによって、まあ、相対的に油分の比率を下げてあげるっていうことをするんですね。そうするとまあ乾きやすいよっていうことがあるんです。まあ、これ後でちょっと実演してみます。どうやって練り込んであげるのかっていうのはちょっと実演しますけども、ちょっと硬くなってパサパサした感じになります。で、すごくパキッと乾くっていうことになるんですね。で、これをですね、例えばさっき言ったような速乾ミリウム混ぜたような絵の具にさらに粉を混ぜてあげたりすると、すごい固ね入りの絵の具ができるんですけど、まあ早く乾きます。場合によってはこう塗ってる最中に乾き始めます。そのぐらい乾きます。ただ粉の成分を多くするってことは、油分が少なくなるってことは、ツヤが消えてくるんですよね。なのでパッサパサになります。で、絵の具の塗りっていうかこう伸びも悪くなります。硬くなっていくので、パサパサしていくので、なので描き心地はだいぶ変わっちゃうんですよね。その代わり、まあ早く乾かしたい、とにかく下地とか盛り上げとかを早く乾かしたいときはもう効果的面っていう感じです。で、一応炭酸カルシウムっていう方はさっき言った体質管理っていうので色を変えにくいものなんですけども、まあ、気持ちですよ。焼き石膏より高いんですよ。で、焼き石膏っていうのは全然炭質顔料じゃないんですよ。だから混ぜたら少ししらっちゃきます。その代わり安いんですよね大量に買っても。なので、たくさん混ぜてたくさん使いたいっていう人は、練習用の人は焼き石膏でもいいかなっていう気はします。大量に混ぜた人はね。で、炭酸カルシウムの方が若干値は張るんですけども、まあ、色味の影響の少なさとかで言えばまあいいかなと思います。で、この炭酸カルシウムとか、まあ、粉を混ぜるっていうのは油分が少なくなるので、絵の具をこうカチッと固める成分が少なくなっちゃうんですよね、相対的に。なのですごいもろくなります。なので
あの3年5年とかだった時にバキバキにひび割れたりとかポロポロ剥がれちゃったりとかする危険性が相当高まります。メーカーさんはそうならないような比率で練ってるのにそれを無理やりこう比率を変えるわけなので早く乾くっていうのと代償に脆くなります。でこれだけはこう要注意ですね。まあ、ただとにかく早く乾かせるっていう特徴があるかと思います。じゃあ続いてですね、ここから先はもう近日になります。もう本当に近日です。教えていいのかしらっていう感じなんですけれども、さっきまでのやり方っていうのは基本的には芸大のとか美大とかの入試で全然禁止されないです。普通に油絵の具の、まあ、成分というか油絵の具の技法の範囲内だと思うんですよね。ここから先はですね、まあ、完全に禁止ですね。で何をするかというとですね、結論から言うと油絵の具にアクリル絵の具を混ぜます。はい何のこっちゃっていうことだと思いますけども、油性と水性でしょとかね、油と水は混ざらないでしょとか、それ大丈夫なのと思うんですけど、まあ、大丈夫じゃないんですよ基本的に混ざらないんですよ。でダメなんですけどただ混ざるんですよね物理的には。でそれは水と油をこう液体の状態で混ぜれば当然分離しちゃうんですよ。ただペースト状になってるじゃないですか、油絵の具もアクリル絵の具も。なので無理やりですねナイフとかでグニグニとこう混ぜ込むとですね、なんか混ざっちゃうんですよねなんか混ざっちゃう。当然それをこう水で溶かそうとか油で溶かそうとすると分離したりするんですけど、でもまあ混ざるんですよ一応は。で乾くんですよ。それもとんでもない速さでアクリル絵の具とほぼ同じ速度で乾くんですよ。なので、まあ、アクリル絵の具の速度でしかもう制作できないっていう人はこれもまあありというか、ありかどうかは皆さんで話してくださいねだけど、まあ、こういうこともあり得るっていう技法としては泣きにしもあらずっていうことです。で、まあ、一応原理っていうかそういうのを説明しておくと、まあ油絵の具さっき言ったようにそのメディウムで固める時も油性のですね、大体アルキド樹脂ってものなんです。速乾ミディウムって言ってさっき紹介したものもグロッシーバニスと一緒でアルキド樹脂ってもので固めてるんですよね。で樹脂でこうガチッと固めてるんですよ。でアクリルの具っていうのもアクリル樹脂っていう樹脂なんですよね。でアクリル樹脂って本当は油性のものもあったりするんですけども、まあ、一般的にはちょっと手に入り今ではね手に入りづらいってところもあって、まあ、普通の水性のアクリルの具も同じようにアクリル樹脂なので、まあ、混ざるかなというところでですね、一応ですね水性アルキド樹脂っていう、まあ、アキーラっていうアクリル絵の具があったりするんです。草壁さんから出てるそれとかは、まあ、油絵の具と混ぜられる可能性とか、まあ、可能性というか性質としてはより混ぜても大丈夫とはなるんですけども、まあ、とにかく今回のテーマは爆速ですよね。爆速速乾っていう点から言うとアキーラって若干乾燥が穏やかなんですよ。なんで、まあ、一層そんな均一を犯すなら一層爆速で乾いてほしいっていうところもあって、まあ、アキーラじゃない方がいいのかなっていうふうに思ったりします。だからまあ少し日和ならアキーラかなと思いますけども、まあ、やってることは変わらないので、まあ、もっと早く乾くのでいいかなっていう気はしちゃいますね。で混ぜる比率なんですけども、当然アクリル絵の具の比率を増やせば増やすほど早く乾きますが、まあ、1対1が限度じゃないですかねとは思いますね。で例えばアクリル絵の具を混ぜていっても、まあ、油絵の具の匂いがすればねこれ油絵の具でしょうってみんな思うんですよね。だから1対1ぐらいで混ぜてればみんなアクリル絵の具が混ざってるとは思わないと思うので、まあ裏技ですよね本当にね、というところですかね。まあ、一応その溶かして薄く重ねるときは分離しやすいんですよ。だから薄塗りで何層も重ねたいっていう人はちょっとこの技法は微妙ですけども、厚塗りでベタベタと塗りたい人は油絵の具とアクリルの具を混ぜるっていうのはかなり有効かなと思います。でそもそも薄塗りで重ねたい場合は普通にテレピンとかで薄めてですね、速乾ミディウム使ってグロシバニスとかちょっと加えてってやればもう全然こんなアクリルと混ぜる必要ないんでバンバン乾くので、問題はその厚塗りですよね。厚く塗せたのが乾かないっていうのはさっき言ったそのものではちょっと足りなかったりもするので、このアクリルの具混ぜるっていうのがかなり効いてくるかなと思うんですけども、あくまで自己責任でやってもらえたらなと思います。はい、それではですね、試しに油絵の具ね練っていきたいと思いますよ。で、
基本的にはさっき言ったように油絵の具にはもう速乾作用のあるものが含まれているわけですけども、さらにこうミリムとか加えてですね、早く乾かそうっていうことですね。よいしょ、もうちょっと出そうかな。で、基本としては速乾ミリウムを混ぜるんですけども、さて、これが基本の硬さですね。ちょっとバターみたいな硬さですかね。こんなもんです。で、これにいわゆる速乾ミリウムですね、これを加えていくとどうなるかというと、ちょっとですね、緩くなります。気持ち柔らかくなるんですね。速乾ミリウム、こんな感じですね。多少色はついてますが、絵の具に混ぜると透明というか色にあんまり影響を与えない色なので混ぜてみますね。で、筆で混ぜるとですね、筆が絵の具だるまになってしまうので、ごってごてのナイフで混ぜるのに慣れていった方がおすすめですかね、個人的には。はい、こんな感じで混ざりました。これで、まあ、2、3時間で乾くぐらいの速乾絵の具ができるわけですけども、見ていただくと分かるように柔らかくなりましたよね。もうプニプニです。筆とか使って、さっきの硬い状態からもうこういう滑らかなものになってきました。なので、まあ速乾ミリ混ぜるとこういうふうにちょっと柔らかくなるよっていうことは一つ覚えておいてほしいです。で、これでも早く乾くんですが、さらに早く乾かす方法で石膏っていうのがありました。炭化とかですね、粉ですね、炭酸カルシウムとか。で、今回はちょっと炭酸カルシウムじゃなくて焼き石膏を加えますけども、よいしょ、こんな感じで粉を、だいたい絵の具と1対1ぐらいですかね、粉を置いてあげます。これも筆で混ぜるとだいたい絵の具だるまになっちゃうので、こうやってナイフで混ぜてください。こんな風に練っていくとですね、だんだん絵の具が固くなってきます。まあ、感覚的にはさっきの練りの硬さに、何も混ぜてない練りの硬さに戻っていく感じなんですけど、また硬い感じになる。ただ一つ違うのは、ちょっと画面越しだと上がりづらいかもしれないですけども、艶が消えます。どんどん艶が失われるんですね。マットになっていきます。こんな感じですね。で、またちょっとこう硬い感じ、ね、になります。この粉を混ぜていくとどんどん絵の具が硬くなっていくわけですね。で、油分と顔料、粉の比率が変わるので、速乾性としてはこっちの方が早く乾くようになります。こんな感じです。ちょっとだけ絵の具が硬くなりました。が、十分使える範囲ですね。なので、これがまずすごく早く乾くってことです。で、さらにこれにですね、じゃあちょっと試しにやってみましょうか。さらに粉を加えていくとどうなるかってこともやってみたいと思います。さて、これぐらいが適量だと思うんですけど、もっと加えたらどうなるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。もっと加えたら何ですかね。まあ、結論言うと、もっと加えたらもっと早く乾く気がするんですけども、絵の具が硬くなりすぎてですね、パサパサになってしまうんですよ。ちょっとやってみますね。粉の方が明らかに多くなると、こうパサパサとしてきてですね、まとまりがなくなってきて、粉っぽくなりますね。その代わりすごい早く乾きますよ。これは場合によってはもう塗ってる最中に固まり始めるぐらい早く乾きますけど、もうこの紙パレットがね、ちょっと引っ張られるぐらい硬くなってきました。練りが硬い、もう粘土みたいになりますね。絵の具っていうよりは粘土ぐらい硬いですね。わかりますかね。もうほとんど粘土です。土を練ったものですね。こんぐらいの硬さになる。これは一番早いといえば早いです。もうこうわかりますかね。もうほとんどかすれちゃうというか、滑らかにはならないって感じですね。硬い感じです。もうツヤもほとんどないですね。
ただこれだとすごく早く乾きはします。でたまにですね、こういうふうにちょっと粉混ぜてもうちょっと使いづらいなというふうになった場合はですね、もう一度薄めればいいんですね。でどうするかっていうと、よいしょ、こういうオイルをまた加えてあげると、これはストローを使ってもいいですしね。なんか僕は今コマボイピピッと使いましたけど、そうじゃなくてもいい。そうするとまた緩くなりますよね。こんな感じでちょっとオイルを垂らして、テレピンとかを垂らしてあげると、もう一回こう緩い絵の具ができますので、こんな感じ でこれがまたツヤのある乾水を加えてあげるとね、またツヤ戻ってきますし、まあこんな感じで自分の好きな塩梅をちょっと試してみながら、乾燥の速度とか使い心地をちょっとチェックしていったらいいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、続いて、まあ、近日というか、よいしょ、の方を実演していきたいと思いますけども、さあ油絵の具出しましたと。で、あ、これが出てくると、まあ、アクリル絵の具ですね。今はちょっとこう近い色、そんなに違わない色で似てる色をちょっと出してみました。まあ実際はジェルミリウムっていうアクリル樹脂の透明なやつですねを使ってあげたりすることもできると思いますけども、こういう今はちょっと同じ茶系を混ぜました。でちょっと練ってみますね。水と油なので当然混ざるはずがないんですが、困ったことに混ざりますね。困りますね。おかしいですね。バグですね。はい、こんな感じで混ざっちゃいました。どうでしょう。分離してないですね。混ざりました。どうでしょう。普通に絵の具になってますね。さて、これがですね、アクリル絵の具の量を増やせば増やすほど早く乾きます。本当に近日ですよ。試しにじゃあもっとアクリル絵の具入れてみましょうか。アクリル絵の具の割合を増やしてみると、もう分離するんじゃないかって思いますよね。普通は分離しなきゃいけないんですよ本当はね。水と油なんでね。ただアクリル絵の具が多くなってもほら混ざるんですね。混ざっちゃうんですよ。こんな感じで、で普通にこう絵の具として機能しちゃうんですね。さあ困りましたね。こんな感じでですね、これはもう言わずもがな、アクリル絵の具とほぼ同じ速度で乾くので、爆速で乾きますし、まあ匂いを嗅いでもね、油絵の具がちょっと混ざってる分ほとんど分からないんですよね、何を使ってるのかは。これだけじゃなんで、もう見た目は油絵の具だし、匂いも油絵の具だけど、乾燥速度がほぼアクリル絵の具みたいな絵の具がこれで作ることができます。もうこれはもう本当近日中の近日、タブーですね。実際保存するとですね、すごいこうひび割れちゃったりとか剥がれちゃったりとかするので、まあ長期保存する絵にはおすすめ全くしないですよ。ただこう受験用とかで本当に早く乾かしたいって緊急時はですね、こういう手もあるっていう、そういうことですね。はい、それではですね、まあこういうふうに練った絵の具ですよね、まあ、こういうふうに石膏とか速乾見て混ぜた絵の具とかアクリルと混ぜた絵の具とか、確かにもう、あ、もうこの辺乾いてる、乾いてますね。これだいたい5分ぐらい経ちましたけど、薄いところはもう乾いてますね。これ今 2,3 分経ちましたけど、もうこの辺乾いてますね。まあそのぐらい早くのか、早く乾くってことですね。もう練って、もうこの辺乾いてるな、5分ぐらいですね。で薄いところは乾きました。まあそのぐらい早いってことですね。もう近日中の近日ということで、でこれただ現場で練ってるとですね、お前なんかアクリル絵の具使ってるなとかですね、なんか怪しい粉使ってるなとか、ちょっと嫌だなと思うし、いちいち練ってるの大変ですよね、時間かかるので。まあこういうアイテムがあります。さあ、カラチューブって言われるものです。絵の具のチューブを、まあ、作るというキットみたいなものの一つなんですけど、販売されてます普通に。でこういうふうに穴が開いていて、中に詰めることができるんですね。でじゃあこれにどうやって入れるかっていうとですね、まあこう絵の具だいぶ乾いてんな、よいし
厚いところあたりも乾いてないですね。こういうのをこういうナイフでこうどんどん入れていくんですよ。詰めていくんですね、こういうふうにこすりつけて、でどんどん詰めていって詰めていって、でそれだけだとこの縁にだいぶついちゃって奥まで届かないんですね。そうすると中に空気が残ってて、全然こう中で固まっちゃってですね中で乾いちゃうってことが起きるので、中にはあの空気が残らないようにしたいんですね。なんで絵の具をこう入れたらですね、こうトン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 ってこう叩いて、でどんどんこうキャップの方に詰めていってください。入れられてたらどんどん詰める、どんどん詰めるっていって空気を抜いてですね、もうこっちからビチッとこう詰まっていくようにするんですね。で最後こう閉じるんですけど、もうここをベチャーと潰すんですけど、潰した時にここから絵の具がビューって出てくるぐらいたっぷり入れた方がいいです。そうじゃないと空気が中に入っちゃうので、最後はビュッて閉じたら出るようにしてください。で最後こう何回か折って、もう完成、ラベル書いてここに何色とか自分で分かるものをメモしておけば完成です。この空チューブに入れることでこういう風に練ったものを事前に用意しておくことができます。ただですね、さっき言ったようにこのすごい爆速で乾くので、これもうこの辺が乾いてるんです、完全に乾いてますね。もう10分経ってないぐらいですけど、もうこの辺全部乾いてますね。なので詰めて置くときにこう空気が入っちゃうとですね、本当に一瞬で乾いてしまうので、よくよく空気入らないようにやりましょう。でちょっとこれは前日に作るのが一番おすすめなんですけども、試験前日とかに詰めるのがおすすめなんですけども、まあ一回試しでね、やってみてください。普段ね使うときも、でどういうふうにこう次の日どのぐらい硬くなってるかなとかの調節しながらですね、絵の具の硬さとか、こういうの混ぜる量とかをチェックしてですね、でどうやって詰めたら中で乾いたり固まったりしないかなっていうのをちょっとね練習したりとかして置くといいかな、安心かなと思う。実際ね当日持ってったらいいけど、中全部固まってて全然出なかったとか言うとねショックなんでね、ちょっとテストしながら試しておくと置くといいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。というわけでね、まあ2種類ですよね、大きく分けて粉を混ぜたりみりん混ぜてる方法と、まあアクリル絵の具を混ぜるという、まあ、禁忌を犯しましたけども、まあ、こんな風にねなりました。でもうですね、今撮影してカメラの位置替えとかしてですね、5分10分ぐらいかな経ったぐらいなんですけども、薄いところは完全に乾いてます、完全に乾いてます。上に重ね塗りしても大丈夫ぐらい、5分10分でねもう乾ききる。で厚塗りのところですね、盛り上がってるところはもう触っても手につかないぐらい、でまだプニプニはしてますね、プニプニはしますけど、もう乾いてる、表面は乾いてる、膜が張ってる状態です。でもう中くらいの厚塗りのところももう乾いてますね、完全に完全に乾いてます。10分で乾きましたね、完全に動かしても大丈夫、引っかいても大丈夫っていうぐらいに乾きました。こっちも乾いてますね、どっちも乾いてますね。ただ1個メリットで言うと、石膏と、メディウムの方はやっぱりすごくよく乾いてくれて乾ききりもいいんですけど、本当にこう焼き物する時の粘土、糖度を練ってる時みたいに本当にこうボソボソとしたですね、こう質感になっちゃうんですよ。明らかに粉混ぜたなっていう質感になっちゃうんですね。なんでやわらかい絵の具の独特なこうクリーミーな、こう角の立つような柔らかい質感っていうのがちょっと失われる傾向にはあるかなと思います。でアクリル絵の具を使った方が割とどっちかっていうと、もうちょっとトロッとしてる感じとか、絵の具の絵の具らしさというかみたいなのは残るんですけど、ただまあ禁忌ですよっていうことですよね、はあるかなと思います。でアクリル絵の具はとにかくアクリル絵の具を増やせば増やすほど、でこっちもメディウムを増やせば増やすほど、粉を増やせば増やすほど早く乾きますが、油絵の具のもともと持っている性質とかからかけ離れていくので、どちらもかなり違う使い心地なので、ぜひですね一度チェックしてみてほしいです。試してみてどんぐらいの使い心地になるかっていうのはやっぱり自分で試しながら好きな方を使っていただけたらなというふうに思います。まあ、最初に紹介したね乾水油とかブラックオイルとかグロシバニスとかを使う方法が一番まあ健全ではありますけれども、まあ本当にもうどんどん重ねたいとかいう、もう受験とかですよね、とにかくの場合は今みたいなちょっと裏技もあるので、ちょっと参考にしてもらえたらいいかなと思います。ちなみにアクリル絵の具混ぜる時の方は、今はこう茶色だったら茶色で似たような色を混ぜましたけども、これがまあ一つだと思うんですけども、まあ色いいのがちょうどいいのないなと思った場合は、ジェルメリウムっていう、まあアクリル樹脂のまあこうにさらに足して増粘剤として使ったりとか、透明度を高めるために使ったりするやつがあるんですけども、そのジェルミリウムっていう透明な樹脂を混ぜてあげることもできます。そうすると色が変わらずにね、まあ本当に速乾メディウムみたいに混ぜ込むことができるので、まあ、こちらも一つありかなと思います。ただまあ個人的にはですね、まあアクリル絵の具のやつは
本当責任が取れないので、特にこう芸大とかだとですね、まあ、悪言の例えば使っちゃいけないよとは書いてないんですけども、まあやっぱり試験の画材には含まれてないので、まあタブーかなという気もするんですよね。ちょっとグレーかなという気はするので、ちょっとこうおすすめっていうふうには言えないです。まあ普段のまああのちょっと裏技として知っておくぐらいにしといて、試験で使うかどうかは本当自己責任で判断してもらいたいと思います。一応芸大もアクリル絵の具を使ったら失格ですとかいう書き方はしてないんですけど、ただやっぱり油絵の具で書きなさいっていう言い方をしているので、まあ、基本的には使っちゃいけないんだろうなっていう気もするので、まあ、一応こういうのもあるよっていう紹介に留めておきたいと思います。基本的にはただこういうね石膏混ぜた方でも相当早く乾くので、もう乾いてますよ、もう相当早く乾くので、そんなに速度爆速でね乾かすって言ってももうそんなに大きな差はないので、基本的にアクリル絵の具使わない方向でいけたらいいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、一応紹介がてら、まあ、こんな裏技っていうかね、こんなのもあるよってことをちょっと紹介しておきました。はい、それではですね、最後にちょっとだけ補足ですけども、油絵の具って油絵の具の色によって乾燥速度違うんですよね。なので今みんなの前で試したのはバントシェンダーっていう割と早く乾く方を使ったんですよ。2日って書いてある、後ろに見るとラベルにだいたい乾燥日数とか書いてあってですね、まあ、2日で乾きますよとか書いてあるんですけど、まあ、割と早い方ですこれはね。を使ったのですごく早く乾いたっていうのもあるんですけど、あとはシルバーホワイトとかもすごく早く乾きますね。マルチブラックとか黒だったら、ただ同じ黒でもアイボリーブラックとかだと7日かかるとかあったりするので、乾燥日数もしね早く乾かしたい人は乾燥日数が短いやつを同じ黒でも選ぶとか同じ赤でも選ぶとかしていけるとより早く乾かせるかなとは思ったりします。まあ、ビビタル差ではありますけどね。でまあその辺はちょっとラベルとか見ながらチェックできたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで爆速で乾かす方法を紹介しましたけれども、まあ注意事項としてはやっぱり早く乾かせば乾かすほど脆くなるので、長く作品を保存したいとかですね、大事にしたいっていう人はまあなるべくゆっくり描きましょうということです。正しい油絵の具の描き方といえばですね、1回描いたらですね2週間は間を空けてですね、もう一層描いてまた2週間は間を空けてって言ってですね、最後描き終わってから半年ぐらい経ってから2層描きましょうみたいな、その気の遠くなる作業っていうのが基本なので、まあ、今言ってるのは本当に全部裏技なので、本当に早く乾かしたいっていうニーズの時に使うようにしてください。はい、それでは今日の動画はこれで終わりたいと思います。もし役に立ったなとか面白かったっていう方はですね、ぜひ高評価とあとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。なんか最初の頃はやっぱり油絵の具をね早く乾かしたい欲求すごいんだけど、だんだんね慣れてくると経験積んでくると早く乾けばいいもんじゃねえなっていうことになってくるんだよね。油絵の具の特徴ってやっぱりこうゆっくりウェットインウェットって言って乾いてない中にこう塗り込んでったりとか拭き取れたりとかそういうところが便利だったりするから、早く乾くのが結構しんどくなることもあったりするからまあ早く乾けばいいと思うんじゃないですね。